マヨルカンシェパードドッグは、スペインのバレアス諸島、マヨルカ島原山の森畜用、牧用用の犬種である。別名は、マヨルカンシープドッグ、ペロで、パストールマヨルカン、カデベスティアールマヨルカン、マヨネーズ。なお、マヨルカンのスペルは、マヨーカンと綴られることもある。ポルトガルのカオデカストロラボレーロとは、兄弟関係にあたる犬種で、 こちらも1800年代から存在していたと言われている。しかし、追い立ったのは、ラボレーロが先か、マヨルカンが先かは未だはっきりしていない。どちらにせよ、エストレラ・マウンテン・ドックというポルトガルに古くから存在する森畜犬種がその先祖であることに変わりはない。主に、森畜犬として、羊を野獣や泥棒から守るのに使われているが、牧羊犬として、 羊を誘導させる仕事も合わせて担っていた。また、農地や家を見張る番犬としても働き、万能であることから現地では作業犬として重宝、されていた。今も、直木水の作業犬として、マヨルカ等で飼育されていて、外部に出ることは滅多にない。不死家は、外見よりも、作業能力を重視したブリーディングを継続するため、公認登録への申請は行われていない。 外見は兄弟種であるラボレーロによく似るが、サイズはこちらの方が小さく、しかし足やマズルはもっと長めで、より筋肉質の体つきをしている。性格も全く異なっている。一説によると、マヨルカンは作業犬としてのみ飼育されていた頃のラボレーロに近い姿を保っているとも言われているが、こちらの方が足が長いという点は昔から変わっていないようである。 力が強く言うことを聞かない家畜が牛であってもねじ伏せて言うことを聞かせることができる。先細りの長めのマズルだが、顎の力強靭である。耳は、折れ耳または垂れ耳、尾は先細りのサーベル型の垂れを。コートはラボレーロと同じ固めで、短いショートコートタイプのものと少し長めのロングコートタイプのものの2タイプが存在する。 ショートコートタイプのものの場合は鬼、に飾り毛がないが、ロングコートタイプのものの場合は、ふさふさした飾り毛が生えている。どちらのコートタイプのものも、ある程度の厚さと寒さには強いが、極端な寒暖は苦手である。毛色は、ブラック、グレー、ブラックブリンドールなど、大型犬サイズで、性格は忠実だが、防衛本能が高く攻撃的、縄張り意識が強い。 主人以外には懐きにくい強い忠誠心を持つ。力の強さや防衛本能などを制御するため、飼育の際は必ず訓練を行う必要がある。ラボレーロとは、正反対で、不審者を発見すると即座に攻撃を仕掛け、相手を怯えさせる。喫水の作業犬種であり、吠え声はよく響き、運動量が非常に多いため、ペットとして飼育するのには向いていない。 デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓約性分道振興者、2007年、ありがとうございます。